原田武雄タケポンが公開処刑されたので、タケポン擁護の論陣を張ります。1、公序良俗。2、兄弟であれば。3、ノーベル賞は西日本勢、特に近畿勢が圧倒。4、当チャンネルも成功を到底。5、権威との距離感が違う。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はですね、タケポンが、母校東大の方からですね、公開処刑されてしまいましたので、タケポン擁護の、論陣を、張りつつですね、あとは、日本をですね、西と東、西日本と東日本に分けた時にですね、ちょっとどういう傾向があるかというところを、含めて少しお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。まずレジュメ左側の方から進めていきます。はい、でこのタケポン今回公開処刑されたということなんですけども、そのあたりのところをですね、タケポンの時代を読む第106回のところからの抜粋中心にというところでご紹介していきます。まず左上の方ですね、これタケポンの文章ですけども、この原稿を書き始める直前、危惧していた連絡が届いた。この1年半よにわたって T 大学、これは東大のことですけども、東大で行ってきたゼミを大学期以降開催してはまかりならんとのお達しが届いたのである。端的に言うと、一つにはこのコラムで私が書いている内容が問題視された。我が国には憲法上保障された言論の自由がある。大学における学問の自由もそのコロラリーなのであるが、東大における私のゼミについて事実上の許認可権限を持っている学生自治会、かつてはあの安田講堂で警察当局と激しい攻防戦を繰り返したことで知られる、は私のこのコラムにおける発言の一部を取り上げ、こともあろうに公序良俗に反する言論と断定し糾弾したということなんですね。でその下のところですね、緑の、色がついている部分ですね、こちらはですね、この東大の、学生自治会ですねの方からの、タケポン表みたいなことにはなるんですけども、明らかにあからさまの批判ではあるんですが、公序良俗に反する言論をしている者が民間の某有名放送局で定例番組を持つことが可能であろうか。我が国を代表する金融機関主催の年次講演会で並み居る専門家たちとともにパネリストとして招かれることがあるだろうかということですね。これもちょっと後で言及はするんですけど、なかなか の直裁的な批判というかですね、ある意味での東大自治会のレベルの低さではあるんですけども、そのようにタケポンを東大の学生自治会が糾弾したということです。その下ですね、青く、色がついているところになりますけども、こちらタケポンからの、お話でですね、東大を筆頭に大学などその時が来れば吹っ飛ぶのだ。このその時っていうのはこれ日本デフォルトの、ことを指してはいるんですけども、しかし本当の地は決して消え去ることはなく、むしろ燦然と輝くのである。しかもそれは君たちの言う公序良俗、すなわち既存の造毛の塔の中だけで通用する限定付き科学とは全く違う事実そのもの、真実そのものの体系を裏付けとする地であるということで、以上あの時代を読む原田武雄第106回からの抜粋ということですね。タケポンが公開処刑された経緯、これタケポン自身がツイッターなどであの自分は公開処刑されたんだということを言ってますので、この表現を使わせてもらったんですけども、このような形で、母校である東大からですね、退場勧告を、タケポン食らってしまったと、いうような内容ですね。今回のこの件についてはですね、タケポンが公開処刑された件については僕はもうこれタケポンの100ゼロだと思いますね。もちろんね、学生相手にというところでね、大人げないかもしれませんけども、私の方がこういうふうに話すのもですね。ですけども、内容的にはこれタケポンの100ゼロで、タケポンに、もう正当性がもちろんあるというところだと思いますね。で、レジュメ右側の方を少しご紹介をするんですけども、
左側の緑の部分で申し上げたですね、東大自治会、学生自治会がタケポンを批判するにあたってですね、民間の某有名放送局で定例番組を持つことが可能なのかというふうに言ってますので、東大の学生自治会としては民間の、いわゆるキー局ですよね、キー局の定例番組を持つことが、いわゆる偉い、良いことだというふうなこう、前提のもとに書いてるかと思うんですが、僕の考えとしてはですね、民放のキー局ですね、おそらくこう私もそうですし、視聴者様もね、ほとんどテレビ見てらっしゃらない方が私の視聴者様かと思うんですけども、私も正直ね、このチャンネルをやるにあたって時々こう YouTube 経由で既存のキー局の放送を聞くことも時々はあるんですけども、受ける印象としてはこれ20年前30年前よりもですね、既存のキー局より日和見的にこうなった印象すら持ちますし、あとはもうそもそもがですね、こう既存のキー局というのは、日テレなんか代表的なんですけども、いわゆるこう戦後直後の GHQ の言論統制であるプレスコードってありますよね。もうこのプレスコードのこう影響下に未だにあるというのがこの民放キー局の実態でありますので、そんなところでね、定例番組を持つことは逆に自分自身がこう本質的なことを言ってないということの証左にもなってきますから、全くもって東大自治会に言ってることっていうのは見当違いの話であるということにもなりますし、あとその下のところですね、東大自治会の方が今竹君を指してですね、我が国を代表する金融機関社の年次講演会に並みいる専門家たちと一緒にこう呼ばれることはないだろうと、この結構辛辣な批判をしているわけなんですけども、これについても私から感じるところをお話しするとですね、いわゆるこう例えば三菱 UFJ 銀行が主催する、年次講演会とか ありますけども、はっきり言うとこう当たり障りのない、毒にも薬にもならないような内容 の講演会になりますから、レジュメの方に書きましたけども、これ聞くだけ時間の無駄というふうな内容になりますので、こういったところに呼ばれる方というのは東大学生自治会の方に対してのもうこれ、反論にはなりますけども、さっき の民放キー局と同じですけどもね、本質的なことを言わない人、言えない方がこう出ているものだというところは改めて指摘をしたいなというふうに思います。でその下ですね、レジュメの方ですね、既存の象牙の塔の中だけで通用する限定式科学ということで、僕はこれ 100% タケポにアグリーで、特にこれ経済学なんかに言えることになるかと思いますけども、レジュメの方に書きました、現実であったり事実であったり、あとは一次情報、これらを無視することでこう成り立っている学問というのはたくさんあってですね、経済学なんか特に象徴的ではあるんですけども、そういったところでですね、やっていることをこう良しと、しているやっぱり東大の自治会の学生の方に関してはですね、非常に残念だなというふうには思いますね。この東大の学生自治会の方におかれてはですね、これから間もなく社会に出られて、いわゆる国の中枢を中心にですね、大活躍される方が多いかと思うんですけども、今回のようにこうタケポンの言論に対して、公序良俗に反するということをのたもうてみたりだとかですね、あとは民放キー局であったりメガバンクみたいなものをですね、ありがたがるようなこう思考回路を持っているということから考えますと、三つ子の魂100までじゃないんですけども、大学生の頃にこういった思考回路にこうなってしまった方っていうのはですね、こう一生かかってもそこから抜け出ることはないというふうに思いますので、非常に大人げないというか、アラフィフの僕が20歳前後の学生相手に言うのも、非常にマナー違反かもしれませんけども、あなた方はおそらく生涯にわたってですね、本質的なところを分かることなく理解することなく、こう人生生きていかれると思いますから、非常にご愁傷様ですというところではありますね。はい、タイトル2つ目ですね、兄弟であればということなんですけども、レジュメの右側の方の真ん中に書かせてもらいましたけども、僕はこのゼミがですね、タケポンゼミが兄弟であれば開催継続で、名物ゼミにこうなっていたんじゃないかなという印象を受けています。で僕自身こう社会人になってからが中心になりますけども、
まあ、いわゆるこう東大出身の方、京大出身の方にですね、まあ、仕事上の上司であったりだとか、あと同僚、あとまあプライベートもちょっと一部含みますけども、まあ、そんなにサンプル多くなくて、まあ、僕自身はまあパッと思いつくだけで10人ぐらいかなというところなんですけども、まあ、東大京大の出身の方とこう接してきた経験、あとは、まあ、エリカ先生がニューヨーク時代はですね、東大京大出身の方とこう接点が多かったということもありましたので、まあ、エリカ先生の方から、まあ、東大の違い京大の違いみたいなことをこう時々聞いたりということもありますし、あとは、まあ、世間に出ているこう政治家の方とか言論人の方とか在韓人の方でこう東大京大出身の方なんかをこう見比べてみるとですね、やっぱり、一定の傾向は見て取れるかなというふうに思います。で、東大の、出身の方については基本はやっぱり僕は権威主義の方が多くてですね、まあ、既存の仕組みであったりだとかこうシステムを立脚点にして、まあ、いろんな言動とか、まあ、活動されている方が、まあ、多い印象をやっぱり受けますし、一方で京大についてはですね、自由主義な方が多いなというところで、まあ、肩書きだとか地位とかに関わらずですね、まあ、本質が何なのかというところを立脚点にして、まあ、言動とか、まあ、活動行動されている方が、まあ、多いかなという印象を受けています。まあ、ですので、まあ、タケポンの方もですね、こう大学でですね、まあ、最高学府でこう情報リテラシーみたいなことをこう やりたいんであればですね、僕はまあ京大だったりとか阪大もしくは九大とかですね、そういった大学の方でやればですね、名物ゼミにこうなるんじゃないかなと思いますので、まあ、東大でやること自体はですね、まあ、ある意味、まあ、これ今回ね、公開処刑されたことも、まあ、当然の帰結かなという感じもしますので、まあ、東大京大の違いというところで少しお話をさせていただきました。でタイトル3つ目ですね、ノーベル賞は西日本勢、特に近畿勢が圧倒というところで、まあ、レジュメ右下の方に入っていきますけども、まずこれ、日本をこう東西に分けるときにですね、いくつか基準がやっぱりあるようでですね、ただ今回のこの配信に限って言うと、NTT の、東日本、西日本、東西を基準にというところで、今回西と東を分けさせてもらったというところにはなります。まあ、東日本についてはですね、新潟、長野、山梨、神奈川、これが、東日本の、まあ、西の際というふうな形で、NTT が定義していますし、あとは西日本についてはですね、富山、岐阜、愛知、静岡、これが、西日本の、東の際として、線引きをしてますので、まあ、それを基準にというところでお話はするんですが、一応こう都道府県で の数で見るとですね、47都道府県のうちこの NTT の分け方だとですね、東日本が17個、西日本が30個ということで、まあ、ダブルスコアに近いような比率にはなってしまうんですけども、ただ人口で見るとですね、これ見事に 50-50 でこう分かれているというところもありますので、まあ、人口対比で見ると NTT 比率が非常にバランスがいいということもありますから、まあ、これをちょっと前提にというところにはなるんですけども、実際にですね、ノーベル賞を取った方の都道府県をご紹介しますと、まず東日本勢についてはですね、北海道1名、埼玉1名、東京が3名、山梨が1名、以上が東日本勢のノーベル賞受賞者の出身県で、一方で西日本の出身者をご紹介するとですね、富山1名、福井1名、静岡1名、愛知がなんと4名、京都が2名、大阪がなんと4名、兵庫1名、奈良1名、山口1名、愛媛県これなんと3名、福岡1名、長崎1名、鹿児島1名ということになりまして、でさっきのこう NTT 比率でいくとですね、人口対比ですと東、西、もう50、50ということでレジュメに書いてある通りなんですけども、なんとノーベル賞受賞者の比率でいくとですね、まあ、ノーベル比率というふうに書きましたけども、東が 21% に対して西が 79% ということで、ほぼ2パチということでですね、ノーベル賞受賞者、西日本、特に近畿勢ですね、近畿勢はこれ、京都、大阪、兵庫、奈良だけでですね、もう全体の3割ぐらいを占めているというところになりますので、まあ、西日本勢が、まあ、近畿勢に象徴されるようにこう圧倒しているという結果になってますね。
ノーベル賞というのはですね、取ってしまえば、ね、もちろんこう権威中の権威になるわけなんですけども、もともとのそのやはりこう研究だったりとかを始める動機としては、やっぱりこう常識をまず疑ってこう新しい発見をしていくもの、そういうことをやった人がこうノーベル賞を取っているということが言えるかと思いますので、まあ、そういう意味ではですね、西日本の方々の方が、西日本のご出身の方々の方がこう既存の仕組みだとかシステムに対して、まあ、そこに立脚せず、そこに疑問を持って、まあ、本質的なものをこう求める気質が、お持ちの方が多いのが、西日本ご出身の方なのではないかなというふうなことが、言えるかなというふうに思いました。はい、でタイトル4つ目ですね、当チャンネルも成功到底ということで、実は僕最近ですね、チャンネルのアナリティクスというところで、いわゆる都市別、市区町村別になるんですけども、市区町村別の、ダンリブラチャンネルのこう視聴者様がどの地域に多いかということが確認できるっていうのが本当つい最近知りましたので、それをちょっと、まあ、ご紹介方々というところにはなるんですが、直近365日1年間の中でですね、市区町村別の視聴回数を調べてみたところ、実はやっぱり西日本勢の方にいわゆる、軍配というとちょっと語弊があるんですけども、まあ、西日本の方の方がよりダンリブラチャンネルを聞いてくださっているということが分かりました。まあ、象徴的な例を2つほどレジュメの方に出したんですけども、まず市区町村というところで見るとですね、日本の2大都市は、横浜がトップなんですよ、377万人で、2番目が大阪で275万人なんですけども、人口はですね、横浜市の方が100万人ぐらい多いんですが、当チャンネルの視聴回数ということで見ますと、この1年間でですね、大阪市の方が548回聞いてくださっていて、横浜市の方もね、274回も聞いてくださっているんですけども、人口は大阪市の方が100万人少ないんですけれども、視聴回数は、ダブルスコアという結果になっていたりだとかですね、あとその下のところですね、視聴回数では並んでいるですね、石川県金沢市87回、北海道札幌市87回ということなんですが、人口で見るとですね、札幌はほぼ200万人都市で197万人に対して、石川県金沢市は中規模な都市ですよね、人口46万人なんですけども、視聴回数は全く一緒というふうな結果が出ています。あとはレジュメには書かなかったんですけども、これもちょっと西日本勢の方が視聴者様多いという一つの例にはなるんですが、静岡県の焼津市というところがあるんですけども、焼津市ですね、ここがですね、人口13万人の都市なんですね。で一方で、神奈川県川崎市が、154万人いる、大都市なんですけども、実はダンリブラチャンネルの視聴回数で見ると、川崎市、神奈川県川崎市よりも静岡県焼津市の方が、視聴回数多いというような現象があったりとかですね。で実はこのアナリティクスで見てみるとですね、逆の現象は実は起こってないんですよ。この静岡県の焼津市が川崎市を上回るというような現象、逆の現象は実は起きてなくてですね、東日本の中小都市、20万、30万だったりの都市が西日本の大都市よりも視聴回数が多いというふうな例はこれ皆無なんですよね。そういった意味でも、当チャンネルもですね、成功到底であるというふうなことが、分かりました。あと余談ではあるんですけども、当チャンネル実はですね、海外比率が 4% もあってですね、今日もね、ちょっともしか聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんけど、この場を借りて、わざわざ海外に在住していただきながらですね、ご視聴いただいて本当にありがとうございますというところで、この場を借りて、お礼は申し上げたいなというところでございます。はい、あと最後ですね、5つ目ですね、権威との距離感が違うということで、今日の放送の配信のまとめみたいなところにはなるんですけども、レジュメの方の右下の方に書きましたが、やっぱり権威というものに対して、権威と言われるものに対してですね、東日本勢と西日本勢と僕は距離感がやっぱりちょっと違うかなというところで、図にある通りなんですけども、東日本勢というのは権威に、
距離が近い方が割合としては多いというふうなことが言えると思ってますし、一方で西日本の方についてはですね、県外からの距離感が、距離を取っていらっしゃる方が多いというふうな印象を受けています。でまあね、私 の、 当チャンネルの視聴者様におかれてはですね、まあ、2年前から始まったね、まあ、コロコロ祭りであったりだとか、あとは1年半前から始まったワクワク祭りにこう不参加だった方が、まあ、圧倒的に多いかと思うんですけども、まあ、一昨日エリカ先生に鑑定のご依頼くださった埼玉県蕨市出身の女性の方のちょっとメールを拝見させてもらったところですね、その方は、まあ、3.11 以降ですね、いろんなことに気づかれてこういろんなことを調べるようになったようなんですけども、周りに同じような考えの方が、まあ、いないということをやっぱりおっしゃってまして、まあ、そういうことから考えるとですね、当チャンネルのこう東日本ご出身の方、東日本の方におかれてはですね、西日本の視聴者の方よりも、まあ、よりですね、まあ、よりこう肩身の狭いこう思いをされてきたんではないかなというふうなことを思ったりはしたんですが、まあ、今後のですね、先生術の方の流れから考えても、まあ、水がメジャー時代にももうこれもう間もなく入っていきますし、で、まあ、風の時代に入ってきているということを考えてもですね、今後の、まあ、世の中、まあ、日本国内とは世界的にそうだと思うんですけども、やはりこう西日本的なるもの、権威とは距離を持つようなこうマインドとか姿勢とかがですね、まあ、こうより重要になってくるんではないかなというふうなことを、まあ、今回タケボンの公開処刑されたことからいろいろ思い巡らして感じたところでありました。まあ、視聴者様の方でもですね、こう何か、まあ、そういった意味で今日の、ね、配信の中身からですね、何かご意見があればぜひコメント欄の方にいただければなというふうに思っています。はい、ではまた次回お会いしましょう。さようなら。